皆さん、こんにちは。今回なんですけれども、久保建英について少しお話ししたいと思います。というわけでですね、今回は久保、オーラ、レアル、このあたりについてね、話をさせていただきたいと思います。早速なんですけれども、さっきのラリーガ、ビジャレアルとの一戦を終えたレアルソシエダ、この試合のですね、久保建英、現地スペインのね、メディアの評価といったものを見ていきたいと思います。まずはですね、こちらスペインマルカのですね、ものを見ていきたいと思います。こちらではですね、久保建英、評価点は2点ということになっています。最高点はね、3点なんですけれども、まあ、この試合、ラレアルでいうと、パチェコだったりとか、ブライス・メンデス、ダビド・シルバー、ミケル・メリノ、まあ、この辺りの選手は3点というところになっております。続いて、スペインのアス、こちらをね、見ていきたいと思います。こちらはですね、ちょっとこう、寸評ですね、が出ているんで、それをチェックしたいと思います。はい。ずらずらと選手の名前並んでおりまして、ブレイス・メンデス、ダビド・シルバ、タケフサクボ、久保、タケフサクボですね、フエキエン、フォルソー、コロネル、デル・キャルウェゴ、ジェガリア、エルゴールデラ・ビクトリアといったところから始まるんですけれども、決勝点となったゴール、その時のコーナーキックを獲得したのは彼だった。日本の選手のが再びいい試合を演じた。ただ他の試合ほど輝いてはいなかった。しかし非常にアクティブに動いていたし、ゲームに参加していた。彼の動き、ムーブっていうものは非常にチームメイトの役に立っている。まあ、後半には、最後のクロスのところで、ギリギリ合わなかったけれども、非常にいいプレーを見せたといったところがですね、寸評で記されております。はい。もう一つ見ていきたいと思います。こちらはですね、ノティシアスでギプスコアと地元メディアの、ね、ものになりますが、こちらもですね、寸評、そして、採点ですね、も載っているので、これをちょっと見ていきましょう。まあ結構ですね、ラリアルの選手たち評価高いですね。7点とか8点とかっていうのが、ずらっと並ぶ中で、久保はですね、7点ですね。10点満点中7点ということになっています。こちらの寸評は、クアンド・コミエンサン・ア・フラケアル・ラス・フェルサスというところ。ところから始まっているんですけれども、対戦相手が疲労の色が濃くなってきたところで、彼がしつこくプレーしているっていうところが最終的には彼を輝かせたと。この日本の選手というのは生まれながらの働き者であって、こうまるでねバイオリンを弾くようにいいプレーしていたし。非常に仕事の必要性というのを感じてプレーしていた、素晴らしかったと言ったですね、ことが書かれております。ちなみにですね、この試合、この地元メディアではエルメホールベストプレイヤーですね、っていうのはブライス・ミンデスが選出されております。で、彼は9点がつけられていますね。で、この試合は本当にブライス・メンデス、決勝ゴール決めましたし、あのコーナーキックの流れから飛び出していって、冷静に決めたゴール素晴らしかったと思いますし、まあそこにねパスを出したミケル・メリノもさすがだなと言ったところでございます。ということで、今回は久保とね、ラレアルスペインのメディアについて話してきましたが、いかがでしたでしょうか。まあそうですね、久保建英もそうですけれども、ラレアルもね、こう本当に今シーズンはチャンピオンズリーグ出場権狙えるぞと、まあ、特に具体的にとやっぱ4位のところですよね。ここにこういけるぐらいの力あるなっていうのは、まあ、ビジュアルアルにしっかり勝ったっていうところで、よくわかると思いますし、今季のラリーガでいうとね、ちょっとこうセビージャとかが、クンデとかジェゴカルスがいなくなって、まあ、ロケ的も解任になってサンパールが来てみたいなところって、割とこう混沌としたシーズンを送っていますから、結構4位のポジションっていうのは最後まで、争い、いろんなチームが争うことになると思いますし、まあ、ラリーアルはその候補だと十分言える、そういったね内容をね見せているんじゃないかなと思います。で、久保はですね、もう結構442で、左のこうフォワードのところでかなり
定着してきてると思いますし、そこから、ね、こう左に流れていって、まあ、ビジャレアル戦もそうでしたけれども、クロス上げたりとか、まあ、突破していったりとかっていうのは、見せられていると思いますんで、まあ、エマヌエル監督としても、十分以上の戦力になっているんじゃないかなと思います。で、ラレアルはね、アリチョウとか、カルロス・フェランデスとか、怪我した選手もちょっとずつ戻ってきて、いますし、まあ、ここからこうポジション争いとかも出てくるとは思いますけれども、まあ、先ほど少し話しましたが、今季のね、久保っていうのは、今までは結構その右のサイドに置かれることが多くて、まあ、右のサイドで張っててドリブルしたりとか、まあ、あるいはちょっとこう、真ん中に入ってきて、ハーフスペースのところで仕事するみたいなところが、まあ、久保の得意とするところでもあったと思うんですけれども、今季はね、それとはこう違った面を見せてきているというか、まあ、なんか本当に進化した一面をですね、一試合ごと一試合ごと見せてくれてると思いますし、ちょっと重複しちゃいますけど、こう左に流れてって、そこでドリブルでもクロスでも、決定機に携わっていけるぞっていうところは、毎試合毎試合見せて、くれてると思いますんで、まあ、あとは本当トップ下のダビド・シルバとか、フォワードの相方のね、するとこの辺りとのコンビネーションもいいですし、でこの3人がね前のところでこうポジション入れ替えながらゴール狙っていく中で、中盤のところではスイメンディがいて、ミケル・メリノがいて、ブライス・メンデスがいてっていうところでね、ここが結構ちゃんと攻撃手においてブロックも組んでますし、まあ、ブライス・メンデスに関しては本当にスペインのメディアでももうそろそろ代表呼んでくれと、ルイス・エンリケ見てるかと、そういった記事もね、出ていましたんで、まあ、この辺りも含めて注目していきたいなというふうに思っております。